こんばんは、みんな、やっほー。これ変なんだよね。ゼップナンバーはありがとうございました。楽しかった、めっちゃ楽しかったです。ちょっと変だな、これ。配信してみたよ、ナイスタイミングだね。楽しかった。なんかね、思ってた以上に水色サイリウム1本てくれてる人がいてめっちゃ嬉しかった。強化コールも聞こえました、ありがとう。レインボースターありがとう。そう、2公演したんだ。もう直接見たらボロボロです、顔が。そう、今日もクロスでした。あの早食いたこ焼き、たこ焼き早食いをあの夜公演の時にしてんですけど、早食いっていうぐらいやからさすがに冷ましてくれてるだろうと思ってたら、あ、めっちゃ出来たての熱々ほどはいかんかってんけど、普通に中熱くてびっくりした。やけどはしんかった、危なかった。そこまでの熱じゃなかったけど、思ってたより熱かった。普通になんかホクホクって感じ。ほんまに暑かった。あ、父、今日だからたこ焼き12個食べた。なんかまずソース味を食べてんな、ソースとマヨネーズで、次に、え、そう、なんか夜公演の最後めっちゃうるうるしちゃった。バレてた。何の曲やっけな、楽しかったから。バレるもんなんですね。何の話してたっけ。あ、そう、マジでソース食べて、あのずっと言ってたわなかさん、初めて食べたんやけど、初めて食べたんですわ。なんか関西人やけど、わなか食べたことなくて。でね、わなかのソースまず食べて、で、公演前に、あ、じゃあ夜公演前かなに、あ、レインボースターありがとう。あの、塩、あ、レインボースター、タコちゃんありがとう。塩味のネギトッピングにしてんけど、マジでそれが美味しくて、やばかった。塩にマヨネーズとネギをトッピングしてくださいって言って、ネギ乗せてもらっていっぱい、え、もうマジそれが美味しくてやばかった。え、ちょっと今日がたこ焼きに塩味ってなんやねんと思っててさ、あのみんないつも言うやん、塩が美味しいって。今日はソースのたこ焼きしか食べたことなくてんな、今まで生きてきた中で19年間関西人やってましたけど。で、初めて今日塩味食べて結構人生変わってきた。なんかね、ほんまにそれぐらいちょっと大きな出来事でした。本気でネギじゃない塩美味しいから、ほんまに食べてほしい。え、びっくりした、こういうことかってなりました。なんかもうみんな口を揃えてわなかわなか言うからさ、どんなに美味しいんと思ってたら、ほんまに美味しくてびっくりした。うん、わなかの塩食べてない人はほんまに損してるって思いました。びっくりした、ちょっとね、世界変わってきた。今度たこ焼き食べることがあったら塩も挑戦してみようかなと思った。結構ガチでありでした。
え、でもなんか醤油とかポン酢とかもあってめっちゃ気になったけど、さすがにお腹いっぱいで食べれんかった。みはるさんとシャシャンとくるちゃんと一緒に行った食べに。え、なんか屋台みたいななっててさ、目の前でたこ焼き屋さんがたこ焼き焼いてくださってて、で「この味ください」って食べれてめっちゃ楽しかった。大阪お疲れ、ありがとう、楽しかった、めっちゃ。回数券って何？そんなんあんの？お昼は焼きそば、お好み焼き2枚。めっちゃ粉もん、関西感じますね。クロスかっこよかったでしょ。お疲れ、ありがとう。もっとパフォーマンス見てみたいと思いました。ぜひ、公園とかにも遊びに来てください。キョッピー可愛かった。嬉しい、ありがとう。ラブラブラブ。551は、半分に来てくださってて、全部食べやすくて。それを2回食べたから実質0.5、0.5で1です。クロスやってるかなぐらいの時間にクロス聞いて心の中で殺してた。素晴らしい。届いたよ、ちゃんと。で、早食いの時にも塩のみのたこ焼き食べて、影響があれさ、1個ぐらいやと思って。1個ぐらいやと思ってたら4個もあってびっくりした。楽しかったねー。これどうしよっかな、横の髪の毛ってか細すぎるよな、きっと切った方がいいな、そろそろ。やっぴー。 シャシャンとイチャイチャしてた。たこ焼き食べる曲かわいかった。夜公園に行きました。ありがとう。キョッピーは可愛かったですか？え、そう、キティちゃんのカバン見えた。結構本気で見えた。可愛いと思って見たで。おつっぴー。え、シャイシャンの夜風の仕業、ほんまに可愛かったし、衣装めっちゃ似合ってるし、歌うまいし、もう天使すぎて、マジで可愛かったね、一応。可愛かった。もうね、ずっと可愛かった。一日中。めちゃんこうまかった。え、嬉しい。また公園とかにもきょうちゃんのこと見に来てください。待ってます。今日もね、前髪最強でした。2公演したけどなんか崩れなかったです。なんか なんか崩れなかったです。レインボースターありがとう。ハート100個ありがとう。うん、夜風の仕業がもうさらに好きになった。もともと好きで聞いてたけど、その曲かっこよかったでしょう。楽しかったね。劇場でも見せてね。たこ焼きの件が 大丈夫。全然食べた時はやけどするんちゃうと思ったけど、思ったより大丈夫やった。
食べた直後はちょっと口の中が熱かったけどセーフでした。ね、目あった。今日はね結構目みんなと合わせれました。きょうちゃん可愛かったでしょう。まだ研究生です。そうなんです。応援してください。よかったらお願いします。そう、片思いファイナリーやっとできたんです。いや、や、そう、やっとか。そっか、そうや、そうやん。あの前回ゼップ名古屋の2日目に出た時は頭しか出てなかった。頭とソロコーナーとかやって後半やってなかったから、強化のパンチラインとか肩ファイとか初めてやったけど、みんなどうですか、その辺の感想お聞かせください。ハート100個ありがとう。きょうちゃんときょうちゃんどっちが正解ですか。きょうちゃんです。あとどっちでもいいけど、今日はきょうちゃん楽しいでした。今日もきょうちゃんに見せたいもの気になるね。中腰のメンバー篠原さんでしたが、そうです、あの中腰の人です。あのクロスの衣装着て中腰になってた人です。ほんまにあの反応なるって。熱かった、熱々でした。超絶イケメンと超絶可愛いどっちでも嬉しい、ありがとうございます。キュピタンズいっぱいいました。多分見間違いでなければ水色はたくさん見えて嬉しかった。キュウちゃん一番可愛かったでしょ。ラブありがとう。万歳こけても良かったですよね、ありがとう。イエーイありがとう、イエーイありがとう。あのたこ焼き熱かったけど、あの水をちょっとめっちゃ飲んじゃったから耐えました。お疲れありがとう。そうなんだ、そうなんだ。かっこよかったでしょ。かっこよかった、かわいかったですか。次はね9月1日で結構空くと思いきやきっとすぐ来ちゃうので、しっかり備えて最終日も楽しみましょう。修行してないのにこことか L 飲めた全部。かわいい、ありがとう。今日は一段とかわいい。ほんまに？やった。お疲れ、ありがとう。楽しかったな。ほんまに楽しかった。もっと好きになっちゃった。たこ焼きの印象強すぎてクラスの印象詰まりました。悔しい、かっこいいと思いきや、あ、なんだこいつってなった。そんなことないよね。え、そう、ツイッターの写真可愛くない？なんかね可愛く撮れたから載せてみた。あのコメント、いいねとコメントしてねん。ゼップナンバーきょうちゃんの感想は、え、もう本気で楽しかった、本気で楽しかった。なんかね
自分のサイリウム振ってくれて名前呼んでくれる人もたくさんいて、たくさん目あって、しかもなんか一体感もすごくて楽しかった。わさび食べたい。ほんまにすぐやった。一日があっという間すぎて、なんでもう12時になろうとしてんのかちょっと分からん。いいね、コメントするね、待ってるだよ。お腹空いてきたっちゅね。そう、ソロの時のあのサイリウムがほんまに綺麗で嬉しかった。めっちゃ綺麗でした。いつかなんかあのサイリウムがほんまに自分のファンの方でいっぱい、なんて言ったらいい、なんか今日はさ変えてくださってる方が多分多いけど、いつかあれぐらいさいっぱいの人がなんて言ったらいいやろ。伝わる？いつかあれぐらい自分のサイリウムいっぱいの景色をまた見たいなって思いました。ねえ、またクロス絶対にしたいから見逃さずに会いに来てください。マイクありがとう。マジで近くのくら寿司行ってました。ちかこさんのお父さん。お、ナンバーお疲れ様、ありがとう。ほんまに楽しかった。タコありがとう。レインボースターありがとう。ね、キョッピーのクロス、キョッピーはクロス大好きやから、ちょっとまたやりたいなっていう気持ち、またできたらいいな。生きてくださいね。いや、ほんまに頑張ります。まずは16に鉄生あって、ちょっとほんまに毎日大変な日々を送るんですけど、頑張ります。強くいきますから。強くいきますから、頑張りますから。楽しかったね。ねえ、札幌もさらに楽しみになった。公演ライブ終わりにね、あの肉まんとたこ焼き食べて、めっちゃお腹いっぱいになったけど、なんかもうお腹すいた。キャハ、札幌楽しみ。まず札幌に行くのが初めてやからさ、ちょっとやばい、ほんまに楽しみ。いっぱいご飯食べたいと思います。もういっぱいご飯食べます。楽しみ。来てくれますか。おかえり。そう、もうさすがにテンション上がりまくった。なんかね、陸老おじさんとか
551とかたこ焼きとか、なんかもういっぱい食べるものがあって、もう幸せすぎた。うわー、スープカレー食べたい。キョッピーの出てる声見たことない。それはもうぜひ見に来てください。いくら大好き。今日か嫌いなもの少ない。ねえ、もう9月1日って多分平日やんな普通に。え、もういっぱい持って帰ってきた。なんかもう差し入れもいっぱい持って帰ってきた。楽しかった。うわ、カムクラとか言うから食べたくなったやん。ねえ、札幌楽しもう。タピオカ飲めてライブ楽しめて最高の日だった。素晴らしい。お疲れ様だよ。ありがとうね、来てくれて。え、札幌が本気で楽しみ。ちょっと来てくれる方は一緒に楽しみましょう。楽しみ楽しみ。もうイクラを大量に食べたいな。ほんまに、なんかもう本場の美味しいイクラを大量に食べたいです。とりあえず今日はとっても幸せでした。まだまだ今夜はやることがあるので応援しててください。本気で、あ、だからお休み遅れなくてごめん。気づいたら時間過ぎてて遅れなかったで。ちゅうや、ここでお休み。ありがとうくまちゃん。ありがとう。なんでなんで。ピアノ弾いてるくまちゃん、ありがとう。今日もありがとう、しっかり見つけたからね。ありがとう。ちゃんとキューピちゃん踊ってんの見れてない。もうそれは会いに行こなあかんやでな。今日はね、水色振ってくださってる方はもちろん、いろんな方とたくさん目を合わせて合わせれて嬉しかった。楽しかったです、ほんまに。早く寝たいけど、明日も早起きなんですけど、マジで何時に寝れるかわからない。もう毎日ギリギリです。頑張ってます。なので応援していてください。マジでね、カムクラ食べたい、カムクラ食べたい。今日はね、とっても幸せな日でした。本気で大阪楽しかった。また絶対にゼップナンバー行きたいし、大阪とかなんか兵庫でもいろんなとこに行けたらいいですね。え、そう、2回もほんまに見えたから、水色マジでね、本気で見えてるから、見えてたからありがとう、嬉しかった。めっちゃ見てた。なんかもうずっとこんな感じで踊ってたりしてた。あ、やばい、ちょっと待ってな。え、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな。読みますから。13位キョッピー、12位オオカミ、11位イチゴ、10位ウサギ、9位あの月、8位ライオン、7位ちょっと見えない、あのキョッピー、6位ラスカル、5位ラスカル、4位猫、3位ちょっとキョッピー、2位ツインテール、1位ひよこちゃん。ありがとう、ありがとう。じゃあ明日は、あ、じゃあ明日も頑張りましょうがな。今日もありがとう、ほんまに楽しすぎて幸せです。ありがとう。みんなは早く寝るのやで。落ち着けない。ゆっくり寝てください。みんなほんまにありがとう。おやすみなさい。おやすみ、楽しかったよ。またたくさん褒めてください。いろんなところで褒めて、ツイッター、X だ、X のコメントもして、おやすみ。